おのおの目、星さん。第二次世界大戦みたいな世界で、アメリカのような軍事力を持ったドイツみたいな国に蹂躙された日本のような国が舞台の漫画、主人公の人族のメスは蹂躙する側の国の遺伝子を持った日本人であり、二つの国に板挟みになりながらナチスドイツのような国を倒すためにレジスタンス活動をするに至った経緯を書く。このシナリオは主人公が人族のメスかと思いきや、実は主要に出ていたスト2の豪気みたいなやつが主人公で、戦車だろうが素手でボコボコにすることができるチートキャラ。そいつが主人公の人族の少女の生き様に惹かれたり、自分に対して敵対するやつはたとえ国家だろうと許さんまんするシナリオ。蹂躙一歩手前まで行った完全にオワコン化した世界を少しずつ豪気が逆転していく過程が面白い。また日本という国が持っている空気感だったり、戦後日本の軍国主義だったりをシニカルに描いている部分もでね。途中真面目につつがなく目立たず生きようと必死にもがく人族の美人のメスが気に入らない奴隷村の BDA がその偶性を嫉妬で攻撃する様がとてもクズの人族らしく描けており、その時の偶性の人族のメスの、もしも気に入らなければ無視すればいいのに、なんでお前たちはそうやって突っかかってくるんだよ、といった正論があんこに深く染み入る。最終的にたった一人で独裁国家をぶっ潰すのでカタルシスが解放されるし、日本という国の持っている胸クソな部分をとてもよく描けている。